WBA のチャンピオンベルト世界ボクシング協会は、プロボクシングの世界王座認定団体の一つ。本部は、ベネズエラのマラカイに所在していたが、2007年に、パナマのパナマシティに移転した。1921年に、アメリカ合衆国で設立された、最も古い世界ボクシング機構である。世界ボクシング協議会、国際ボクシング連盟。 世界ボクシング機構の3団体も元をたどると WBA に行き着く。IBFWBO については WBA 会長選挙が設立に影響を与えている。このトーナメントの開催をきっかけに各階級に存在する暫定王者の廃止政策の一つとして増加傾向の王座の減少に向けた取り組みの一つと面倒さジュニア会長は話している。出場者は タイソン・フューリー、ウラジミール・クリチコ、ルーカス・ブラウン、ルスラン・チャガエフ、フェリス・オケンド、アレクサンダー・ウスティノフ、ルイス・オルティスの7人。1回戦で、フューリーとクリチコのリマッチ、オルティスと、ウスティノフ、ブラウンと、チャガエフ2回戦で、ブラウンとチャガエフの勝者とオケンドが対戦する変則式のトーナメントとなっている。 一回戦の一つ目が3月5日に、チャガエフとブラウンの正規のタイトルマッチ、10月29日に、マンチェスターアリーナで、ヒューリーとクリチコのリマッチ、オルティスト、ウスティノフが9月17日に AT、AT&T スタジアムでの開催が決まった。後にも随時だが、各階級でも統一戦の指令を発令しており、本格的に暫定王座の廃止に動いており、就任時のポリシーになっている。 チャンピオンは各階級一人の実現に向け各方面から批判が出てしまった父が実行した負の遺産の払拭に向けて動き出している。WBA 世界王者がた3団体のいずれかの王座を獲得し統一王者となった場合、WBA スーパー王座として承認される。WBA 世界王座はスーパー王座として繰り上げされ、通常の WBA 世界王座は 空位となり空位となった通常の王座に新たな選手が認定される。WBA はスーパー王者と正規王者の二人が同時に存在し別々に防衛戦を行うことを認めており、この制度の WBA 側にとってのメリットとしてはタイトルマッチにおけるタイトルの承認料金を二重に取れることが挙げられる。2004年に 女子部門である WBA ウィメンズを設立。同年4月8日にはバイアズ・アガナスが WBA 初の女子世界王者となる。通常女子ボクシングの世界タイトルマッチは2分 10R で行われるが WBA ルールでは3分 12R も認められる。ただし最終判断は各コミッションに委ねられており 1R3 分の試合はネバダ州など 少数のコミッションでしか認められていないため3分 12R のタイトルマッチはあまり実施されない。当初は WBA 女子ランキングも当然のごとく設けられていたが複数階級に同一選手が重複ランクされるなど不手際も多くまさしく機能しないまま2009年あたりからランキングも発表されなくなり一度消滅し2012年に復活したが相変わらず 不手際が目立ったままで更新も不定期となっている。他団体のランクや直近の戦績などで挑戦資格のある選手を決めている状態にあり、指名挑戦者決定もままならず、暫定王者も増加している。WBA 認定試合におけるルールの特徴は以下の通り。ありがとうございます。